お前みたいな貧民街の小僧が賞金を得た、投資で勝ったありえない。インチキをしたに決まってる。違う、僕の人生に、いや運命に答えがあったんだ。よし、帰ったか。なあ、おい、戸締まり頼んだぞ。どうだ？よし。Thank you.
にちは。どれにします？ゆっくり見ていってください。どれにします？よう、お前か。よう。よっしゃ。おっしゃ、行こうぜ。じゃあ帰りますか。
察室にどうぞ。はい、どれ。なんかいつもと雰囲気違うような。決まったの？どうも。お大事に。いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら倒れそう。全校朝礼を行います。先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。鴨志田先生、どうしよう。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。え、鴨志田先生どうしたの。何あれ。マレー部なんかしたんか。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。性的な自分で言う。気持ち悪い。最低。バレる。マジ体罰っていうか。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。
もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。は、何言ってんのかぼしら。死ぬとか。先生はその病気なんです。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散、解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高牧さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高牧さんに関係までも迫りました。キモすぎ。ポジション出しとかひどいな。かわいそすぎ。さデマだったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？捕まるの？すげえ。朝礼は終了します。解散、解散して。これ予告通りじゃね？怪盗ってマジだったってこと？鴨志田がなんかされたのか？いや、心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う？バレそうになったんじゃない？自首のが罪軽いんじゃないっけ？何があったんだろうな。わかんねえけど、鴨志田ってクズだったんだな。ちょ、これマジなやつなの？いきなり自首とか意味わかんないけど。バレ部どうなの？マスコミとか来ちゃうんじゃねえ。大騒ぎになるの？教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。みたいだな。でもこれで良かったのか？そうだよな。けど展開が急すぎっつうか。なんだ？高牧さん、ごめん。俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。私全然知らなくて鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だから。おい、そこ早く戻れ。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。つか、よかったじゃん。妙な噂もなくなりそうだし。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。ビビったわ。マジで改心だったな。運よく廃人化もなかったし100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから。いや大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。志保
意識戻ったの。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に言えた。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田にこびてたの。バレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とかやっぱレッテルついて回るし、志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんな。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃさ。私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安堵のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど、改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。怖っ。まともかく一件落着だけどよ。そういや一つ気になってんだ、あの城のこと。あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあったんだ。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも。確かめてみるか。今はいい、しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。まパレスでやったこと調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてたよ。結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。だそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは事態が落ち着いてから相談だね。とりあえずこのメダルいくらで売れるか確認しようぜ。こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出たって3万。金メダルの価値って3万かよ。覚えてる？中学の時に貸したお金。いや3万も借りてるわけねえだろ。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。くっそ。事態を見守ることには賛成だ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。こんなきめえ金なんてパーッと使っちまうのもありだな。回答の相談は美食の席でと決まってる。どうだ。ちょっとそれ、まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。どこだ。志保と行きたいって前から言ってたとこ。俺は借金あるし文句は言えねえ。お前もアンが決めた店でいいか。我が輩もアン殿に任せる。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。連休の最後にしない。
次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で。ってことは5日の子供の日だな。で、換金は誰がやるの？任せとけ。何でも買い取る店を知ってる。そうだよな。じゃあお願いね。おう、帰ったか。いや、違うと思うぞ。書くか。